トトン撮りました、撮ってくださいました。もうさもうやばい、ちょっとやばいですね。そう、ももちゃんからリプ来てた、うん、来てた。あのね、私なんかもしかしたら来たかもしれないと思って X 開いたんですよ。私ユーナンとさっきお散歩してて、そうお散歩してて、もしかしたらこれももちゃんかなって思ったら、開いた瞬間ももちゃんで、うわー外だったんですけど、叫んであの道に普通に座り込みましたね。ちょっとすいません、はい、ちょっともうリプ来ちゃったみたいな、えやばっていう感じでしたね。はい、ちょっとマジやばいっす、マジやばいっす、結構マジな感じ、やばいっす、マジやばいっす、もうなんかはーみたいな、いいんですかリプみたいな、もうやばい、もうマジやばい。そしてまあ見せれないんですけど、見せれないけど、まあ携帯のスマホケースにサインしてもらっちゃいました。なんか思い立って、なんかおこがましいなと思ったんだけど、やっぱ後で、まあいつ会えるかわかんないし、なんかおこがましいかなとも思ったんですけど、ちょっとサインですか、あ、見せれないんですこれは見せれないんだけど、それは見せれないけど、はい、書いてくださいました。そう、後悔するよりはさ、やっぱさ、鬱陶しいと思われる方が、うん、まだいいじゃん。まあどうだろう、うん、あんまり良くないかもしれないけどさ、自分的にはだから思い出して後悔するよりかはふと思い出すので、そうと思ってサイン頼んだら、なんかダイモトで頼んだんですけど、思ったよりもいいですよって、いやもう優しくて、本当に優しく言ってくださったから、もう本当にもう素敵だった。もう本当に可愛いし、もう素敵すぎてもうやばい。なんかもうさ、結構こうちょっとね、その楽屋がね結構見えるっていうか、もうたくさん芸能人の方やっぱいるじゃないですか。そう、たくさん芸能人、もう歩いたらあたりは芸能人、まあ自分も一応芸能人ではあるんだけど、なんかそこまで芸能人さんがたくさん集まる場所にあんま行ったことがなかったから今まで、はやばい、やばいみたいな。なんかでもやっぱそのキャーとかじゃないじゃん、みたいな、キャーとか言っちゃいけないから、なんかもうなんかあどうすればいいんだろう、話しかけれる公開涙、そうならんくてよかったと思って、そうなりたくなかったから頑張りました。そう、YouTuber さんでたくさんいらっしゃいました。そう、かやまちゃんいいね、ありがとう。そう、ありがとう、たびちゃおちゃんありがとうね、ありがとう、みんなだらだらかあとありがとう。今日もたくさんお話しさせてください、すい、今日は熊本に来てください、ありがとうございました、また来てください、めっちゃ行きます。もう熊本めっちゃね良かった、もうめっちゃ良かった熊本、もう熊本さ住みたいと思うぐらい良くて、しかも広島と似てたかな、長崎とも似てるんだけど、私地元が長崎だから似てるなと思ったけど、広島と熊本がバリにとってめっちゃ似てるやんと思いました。でめっちゃ栄えてた、めっちゃ良かった。そう、熊本良かった、もう一回行きたいなって思いますね。親御さん来てないよ、猫グーグーありがとう。もういろいろ結構もう芸能人さんたくさん見て、うわなんかもうオーラが違うっていうか、なんかやばいって思いましたね。そう、あやちゃんどのあやちゃん、ジョイさんおにぎりありがとう。ケータリングすごかった、過去一でしたね、めっちゃケータリングすごかった。そう、見てパーマ恋しいです、大好き。ケータリングすごかった、過去一でしたね。
マジ携帯肉やばかった。でも時間がなかったりとか、あの衣装とかもとか帰る時間とかもあったから結構長い時間いたんだけど、たくさん食べたらやっぱ衣装がね大変なことになったりするからね、アイスを食べるのを忘れてたんですよ。もうジェラートあったのに食べたかった。ピエンです。ね、熊本行く機会は少ない。確かに私は阿蘇とか行ってたけど。そう、おにぎりありがとう。たっかん愛してる、ありがとう。グレームさんありがとう。バイトにケケチン見えたかよかった。ほんとあんまり響き映ってなかったみたい。一応あの一応そのステージショック、なんかリハーサル、昨日リハーサルではもっと映ってたんですけど、見た感じ今回その本番はあんまり映ってなかった。すごかった、めっちゃ。そう、未知数。中道愛ちゃん、中道愛ちゃんは喋ってないですね。お疲れ様ですはちょっと言った記憶はありますけど。本当にやっぱありがとう、アイリスお疲れ、ありがとう。メイコさんね、 MC だったね。ちょっとわーと思いました。九州遠すぎる。九州ね、ハグニーハントありがとう。めっちゃ九州いいよ。ケータリング豪華、めっちゃ豪華だった。アイリスさんお花束ありがとう。ぜひプライベートでも来てください。行きますね、また。ミャンタクさん牛乳ありがとう。グッザラビュー。アイリスさんおにぎりありがとう。そう、アイリスさんがケータリングリストは持ち帰って紹介して、そうなの。ケータリングリスト、最高でしたね。ジコロさんお疲れ、ありがとう。しおりちゃん、ジョコパンありがとう。審査のビューしがってみたり、意外と広島か熊本って近い。そんな遠くないね。私熊本去年の夏行ったけどね、いいとこだった。マジショッピングモールがめっちゃ綺麗だった。もう一回行きたいです。こうカズポさんお疲れ、ありがとう。そう、熊本いいですよ、行ってください。髪型変わるんですけど、これはね羊さんしたんだ。そう、羊さんした、かわいい、かわいいでしょ。もうめっちゃ迷って何の髪しようってね。なんかずっと前から何の髪しようかなと思って迷っとったんよ。で、あっちゃん羊さんにしようってなって、で私の髪飾りがさ、あのなんかちょっとちっちゃいやつ、カチューシャとかあったんだけど、カチューシャはちょっとちゃうなと思って羊さんにした。そう、そう、ホーさんありがとう。新幹線いっぱいだし意外と行きやすいね。馬刺しあって楽しいからぜひ食べて。そうなの。馬刺しね、結局今日食べれんかったのよ。そう、食べたかったんだけど。めっちゃ映ってた YouTube。 そうなの。何、見るとこで映ること、映るのが違うってこと。ありがとう、お疲れ様です、ありがとう。明日のモアナさんと写真かな。違うっぽかった。本当それ多いよ、それはマジで。髪型かわいい、ありがとう。ひちゃんしか映ってないから、それだけは絶対嘘だよね。それだけは絶対嘘だよね。かまあキャラキャラミョンって名前変わってんじゃん、ミョンミョンのこと。朝知ってる、うん、だって朝に私運転していきましたから、普通に考えて。ねえ、大村さん欲しいの、なんで。味方かわいい、かわいくない。ジコールさんおにぎりありがとう。自分の場所からだったら指定劇場も
この後も遠いね水劇場。ロイさんお茶ありがとう。銀何かと長崎から熊本って遠くない、あんまり遠くないかな。めっちゃいい。てかさ、かゆいんよね、ここなんかできてるんよね。そう、髪型かわいい、ありがとう。なんかテンション上がるよねやっぱ。でも汗かいて終わってましたけど、僕たち何しよう髪型。ありがとう。私ね、食べたかったんだけど、なんか食べれんかった。と前から好きでした。え、知ってるよ。猫結婚してありがとう。しないけど。え、しないよ。羊が可愛くてもしないよ。疲労感大丈夫そうかな。疲労感なんか多分さ、新幹線とか移動とかがすごい多くて、そのホテルとかも遠かったけん、結構移動がすごかったんですよ。だからそれで疲労感っていうか、あとあんまりさ、ほら慣れない環境っていうか、あんまり今までみたいな、今日みたいな環境にいることないからさ、ね、なんかあれだった。そう、髪が可愛くて叫んだ。本当嬉しい。羊なんだ。そう、響きもお気に入り、これめっちゃ好き。これカラコンしたい。カラコンしたい。カラコン入れたい。嬉しい。髪型、髪型シーソン。ジコロさんありがとう。だるま、ひびちゃん返してきた。ほんと、ひびき、いや私あれなんかどもらってないね。なんだかな。ビュー看板あたしさん、ね、30分遅れて配信してるのは知ってるんだけどさ、思ってるっつってなかったけどさ、ライブパフォーマンスよかった。本当？映ってないよほぼ。だって2番さ、センターのとこにいるのに全然映んないじゃんと思って、ショックだった。みーちゃんビューティーシーなのでこだわらなかった。転んではないね、ぶつかったりはしたけど。ヨンドキさん食パンありがとう。メラメラ言ったりやつはパフォーマンス見れてるしか、嬉しい。それやってくれて嬉しい、ありがとうございます。ね、嬉しいね。事件声あるけど、ひびき約束したら辛い。嘘、いいの？嬉しい。来て来て、ぜひ来てください。嬉しい。いいのそんな。嬉しい。ぴょんぴょんありがとう。ちころさんお花ありがとう。次はラン歩こう。もう絶対歩く、もう絶対歩く。なんか本当にやっぱマジでね、実際ステージに立つと本当にもっと歩きたくなるから、でも多分歩けるのって本当にさ、絶対なんか結構厳しいと思うけど、それは絶対叶えたい夢なので絶対歩きます。やだ髪型 OK。 そういうわけじゃないよ。そういう、髪型はこれからできます。てんてんてん、ひーちゃん髪の毛すごく似合ってる。今日も可愛い。本当嬉しい。ジェナビーマレサ結婚してありがとう。猫ビカビカありがとう。な、高野さんラピューユイニャン、え、一押しユイニャンに決定したの。ラピュー、タラタラくん可愛い、ありがとう。ひーちゃんとか、ね、気に抜き最善の美味しい。本当 YouTube で見てた。結構映った。本当 YouTube 見返しできるじゃん。しゅんちゃん、くまちゃんありがとう。ともゆきさんありがとう。おにぎりありがとう。次は東京ね。もう本当に出たいです。頑張ります。当分ねないと思うんですけど。普通にさ、喉乾いてさ、飲み物がなくて、 それでゼリーあったから、これ水と飲み物変わんないからこれ飲んで。
木さん、ありがとう。小判僕たいでも羊見たい。僕たいでも羊見てください。でもいつかはすると思うよ。次の僕たいは分からんけど、次の僕たい髪の毛何しようか本当に迷ってます。迷いんです。迷ってますね。どうしようかな。てかさ、もまれちゃんからサインもらったけどさ、このさ iPhone ケースを絶対使わない方がいいよね。油性ペンで書いてもらってはいるけど絶対に取れそうじゃない？飾ってた方がいいと思いません？どう思いますか皆さん。やば、多分皆さんオタク歴は皆さん結構長いと思うんで教えてほしいんですけど、このサイン携帯に書い、まあ、携帯書いてもらうってことってあんまないと思うけどさ、こういうのって多分絶対剥げるよね。剥げるからさ絶対さ使わんがいいと思うのよ。どう思う？やっぱ飾る？使ってると消えるよね。やっぱりやっぱ外しとこう。ちょっとほんと外そう。いやーかわいい、みんなに見せたいぐらいマジかわいい。やっぱかわいい。わーこれ iPhone が白だったらなー、マジかわいかったな。もうかわいい。でもこれを毎日見たいからつけときたいけど、剥げたらマジで結構萎えるから使わない方がいいよね。飾った方がいいよねやっぱりね。マキさんありがとう。コファンケイチケさんありがとう。本当多分 YouTube アーカイブ、本当じゃあ見ようかな。ノーさんかわいい、ありがとう。日本語勉強中に理解できない、入学してごめんなさい。大丈夫だよロイさん、今日めっちゃ綺麗。本当おでこ出し、おでこ出しするのもいいよね。どうしようかな。髪型も含めて国体公演楽しみ。楽しみだね。 2.5 期さんと最後だから。お、ティーチショーご苦労様でした。あれからさん ありがとう。牛乳ありがとう。すごい一枚飾る。やっぱお疲れ様です。やっぱ使わない方がいいよね。最近隙間に整理しようかどうしようか迷ってしまった。あなたはどうなるか。え、私も入れて、隙間に入れて。おー、しずしさんありがとう。牛乳、逆にひぶきさんのサインあげました。あげませんすり考えていらないでしょ、ひぶきのサインなんか。かわいい。もうさ、このサイン自体もかわいいし、この松本モアナさんって書いてあるのね、こうサインの下にさ、その名前がかわいすぎる。うん、かわいい、え、かわいすぎ。ひぶきちゃん大好き、かわいすぎる。いいんですか、ちょっと飾りますね。すいません、ちょっと飾らせていただきます。剥げちゃうのやだ。どうしよう、どうしよう。見て、てずいすい、嬉しいですね。てずすいですね。ってことは iPhone ケースを変えないといけないということ。 iPhone ケース取ってきます。よいしょ。頭の上から見下ろしてられる結局だって人は不安けれど、私は確かに経験してるし、実際自分の目で見るとこういうことだってあるんだな。よし、変えました。やばすぎ、マジ iPhone ケースかけるケースでよかった。不意にマジでよかった。てんてん、トイさんありがとう。ポップコーンビカビカありがとう。ウェルミルバールありだね、それも。確かにシール貼るのどう、上に剥げんように。死んだって画面にしといたら、え、写真、私は私の今のホーム画面、ホーム画面はモアレちゃんとのツーショットです。こっちは今まで通りモモレちゃんだけど、中身はツーショットにしました。やばすぎ、ちょっとマジやばすぎ、最高。今
お前なんなんなんやに、髪型可愛い、ありがとう。 iPhone 白いいな、サインしてあげるよしてあげたいよ。やっさんこんばん、ジゴロさんありがとう。こばん頑張る姿見て自分はやれればと思って、残りの休憩時間ずっと前並み見てたの。前並みないとで探せみたいなね。おぐりありがとう、牛乳メッセージ書いてくる。そうお疲れ様でした、ありがとう。ルパンさん歩いてるも可愛かった、最後のポーズで辛いそうに。え、どういうこと。ラビュー、ゆきちゃん大好き、は同意します。呼びある、あるよ。不思議な皿保管しよう。そうだよね、机の上に飾ります。配信はたい YouTube でね、見る。読み取られた時ドキドキした。嘘。でもね、ちゃんとあれはあのなんだっけ、台本あったのでちゃんとあったから大丈夫。チラシの裏ではなくてこと、いや、さすがにね。そう、私ももこさんとも撮りたかったんだよね。そうそう、ももこさんとも撮りたかったんだけど、あのそう、もあちゃんと撮ってたらどっか行かれちゃいまして、そうあんまね近くなくて、それでどっかに、そう写真撮りたかったんですけど、どっか行かれ出て、そうだから撮れなかったんですよ。だからもし次会えたらももこちゃんとも撮りたいです。ももこさん本心だから、猫さんもみんな可愛い、みんな好きだから。でもすごいガチ、もえちゃんもう推しすぎる、最高すぎます。もう可愛い、もう本当に嬉しい。楽しいと春です。寝やさそうだよね。やつピカピカありがとう。兄ちゃん今日寝れそう、寝やさそう。それな、本当はお姉ちゃんに電話したいんですよ。お姉ちゃんに電話してお話聞いてもらいたいんですけど、はい。でもお姉ちゃん寝ちゃうんですね。保護フィルム降るというね。そうだよね。保護フィルム。ちょっと待って。保護フィルム携帯保護フィルム、保護フィルムシールとかある？保護フィルムシールとかでいいかな。100均で売ってある保護フィルムシート買ってある、貼って、あ、買って置いてある、あったら響き明日買いに行こう。保護フィルムシートね。ビューイちゃん可愛かった、ありがとう。栃木のスーさん、テイちゃんコメントしてる時のアップでひーちゃん見つかったなと思った。見つかんないよ、最後のポーズ、ブリックポーズみたいな。あ、これモルちゃんの気だるまさん、こんばんは。ちょっとどんな感じの味したかわかんない、もう汗だくでさ、結構熱くて。HK さん、お茶牛乳ありがとう。ひろしさん、ハートありがとう。おじぱんさん、こんばんは。ごゆきさん、こんばんは。ひろしさん、ハートありがとう。九州出身ながらコメント振られたりしたら、そういうわけじゃない。なんでか知らん。確かに、楽しく、そうそうそう。ひろしさん、ハートありがとう。お、何なんします。なになに？写真ね、よく写真、そう。なんか、私、なんかさ、ちょうど私さ、モレちゃんと運がなくて、そう、なんか写真撮りたいなと思った時に毎回いらっしゃらなくて、でもなんかメンバーね、なんかたびたび会って写真撮ってもらったりしてたので、でメンバーがまた「モルちゃんいたよ」みたいな、「今写真撮ってるよみんな」みたいな、「待って」みたいな。で響はもう「早く着替えろ」って言われてたから、あ、やばいやばいと思って、でも撮らないとマジでやばいと思って。私この服をね着替えたんですよ。本当は衣装で撮りたかったんやけど、はい、着替えろって言われたので、そうみんな衣装で撮ってんのに、私は、まあ、私服 でしかももう撮りたいすぎて、もうなんか服なんてどうでもよくて、結構もうあれちゃん早く会いに行かなきゃみたいな思って、そしたらこれね、こう真反対に着てってたの。これこっちが後ろなんだけど、真反対に着てってて、もうあれちゃん目の前で、いやみたいなみたいになって、熱っ、びっくりした、やべえ、危ねえ、アイロンがついてて足を土下座することところです、危ねえ。いや、それでね、モアリちゃん前の前で
服裏返しで、ああごめんなさい、あの服が裏返しになりましたとか言ってそこで変えてんの。やばくない響き、結構低レベル私そうそう、よかったです。やっぱガチ推しを見ちゃうとそうなるんですよね、おかしくなっちゃう。そうです、結構オタクになりました。ひろしさんありがとう。あれが出演者、土の出演者、うん全然話しかけられないよ。だってもう正味さ、響きが喋りかけたとってさ、え誰って感じじゃん。だから話しかけないです。フジパンのことを話してほしい。え取れないよ、取れないよ、取れないよ、取る機会あんまなさそうだね。いいじゃない、人間も寝てるんじゃない。お姉さんも電話したりしないで。 iPhone 用なら大体言ってる。えじゃあシールがモーラちゃんのサインをあれしたいか。いちさんありがとう。明日ニコルさんのサイン待ってきてくれたよな。無理だよ、もうニコルさん可愛かった、見ることしかできなかったけど3回ぐらい見かけたんですよ。可愛い、小学校の頃からすごい好きだったんですね、ニコルさん。だからヤバみたいな、ポップポップティーンずっと見てたニコルちゃん。ニコルさんすっごい好きだから、で私あのリコちゃん、うん、すごい好きだったんですね。でもリコちゃんは1回しかお見かけすることできなくて、しかも一瞬でした。そう、でも YouTube 見たけど、ひーちゃんインタビューのところいっぱいやってた。本当？ちょっと見てみよう。じゃあトマチーさんの写真はびっくりしてね、すごかったね。トマチーさん見たかった、一回見れてないんですよね。そう、それは思い出。そうそう、だけど危ない、印象には残った、うん印象には残ったかな、うん印象には多少、モアイちゃんのあの印象には多少残ったのかな少しでもね覚えててもらえてたら嬉しいなっていう、あの厚かましいやつと思われると思うんですけど、こう覚えた。こっちがびっくりした。ほんとなんかありがとう、ロコポコさんハットありがとう、イケダルミさんハットありがとう、これに人と写真撮れてよかった、ほんとによかった、ロコポコさんハットありがとう、イケダルミさんハットありがとう、看板ミーサトシさん、オンラインひーちゃんと握手する、オンラインで握手するの、まいちゃんひーちゃんのこと、え知ってたのってか、多分ひーちゃんのことは別に知らないんだけど、多分ね知らんけど、けどあのもえちゃんがね、私ショールームもよく見に行ってるんですって言って、そしたらモーリちゃんがあのなんかショールームで、え私のこと話してるみたいな言ってくださって、え話してますって言ったわけ。そう、はいめっちゃ話してますって言ったの。そしたらえやっぱりみたいな言われて、はいって言ったら、あのファンの人かがなんかあのなんだっけ、そのエゴサした時になんか出てきたみたいな、そうなんか私のことをあれなんか押してくれてるみたいな、そんな感じのが出てきたみたいな言ってくれて、多分なんか結構ちょっと内容はちょっとパーンってちょっと今飛んだけど、まあ、そんな感じのことを言ってらっしゃって、エゴサの時かな、エゴサかショールームで行ってこられたのかわかんないんだけど、多分エゴサ X かなんかので喋ってた時にそれが出てきて、へえそれであのえやっと会えたねみたいな、え知ってるみたいな、そうそうそう、そこであーみたいななってくれてました。もえちゃん嬉しいですよね、嬉しい、ももら様、モモナ様って感じです。普通にそう実物見れましたね。これみちょぱさん見てないですね、このリコさんの方じゃない、カメさんめっちゃかっこよかったよね本当に。ほゆさんあとありがとう、カメさん握りありがとう、もう男女に明るいしかない、どういうこと、男女上がらないよ、ギャルラーメン目指して頑張る、ギャルラーメンはねあれしないけどね、そう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 、そう、それでだからファンの人か分かんないけど、多分ファンの人が言ってくれてて、そう、それで
ね、嬉しいなと思って、なんかさ別にさ私のことを知らなくてもさ、そうやって少しでも目にしてくれてるっていうのが嬉しくて、しかもそれを覚えてるっていうのが嬉しくない？え、嬉しすぎると思って、そう最高でした。うん、絶対これ安すんので、絶対安すんので見たんじゃないかな、分かんない、分かんない、安すんのかショールームなのかな、分かんない、なんかそうそう、そこら辺はちょっとね、ちょっとモネちゃんが買いすぎてもう半分ね話が忘れちゃったんですけど、私は何を話したか覚えてないです。そうそうそう、覚えてないんですけど、とりあえずさ、ひびきちゃんっても言ってくれたし、ひーちゃんって言ってくださってて、えみたいな、もう最高みたいな、え聞いてください。でしかもひびきサイン書いてもらった時に、え名前書いてもいいのみたいな言われたから、え書いてくださいみたいな、ひびきの名前をね、したらひびきって最初言ってたんだけど、あやっぱひーちゃんがいいですって言って、でもあ B まで書いちゃったみたいななって、あじゃあひびきで大丈夫ですみたいな話したんだよ。でもその時ひびきちゃんなの。えでもさ、なんだっけ、何、あ X のさリップではさ、ひーちゃんって書いてくださってるわけじゃないですか。えやばいみたいな、素敵じゃない、なんかもう、なんかもうやばい、私結構今日命日もな、今日命日になってもなんか結構あんまり悔いないぐらい嬉しくて、幸せな日になりました。はい、幸せです、とにかく、はい、感無量って感じ。普通にあのともえちゃんとお話終わった後に、なんだっけ、マネージャーさんと話してて、いろいろ話してたんですよ。でもえちゃんの話をしてた時に、不意にパッて思い出した時、えいろいろやばくねみたいな、いろいろやばくねみたいな、なんかいろいろさ考えたら、えやばくない、この状況やばくないみたいな、この状況やばくないみたいななって、でなんか一回停止したんです、えみたいな、そしたらマネージャーさんから爆笑してた。そうめっちゃ面白かった。そうそうそう、あこけなくてよかった、ほんまよかった、こけそうだったわ普通に、大変だって一緒になったね、そう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 、えみたいな、そうやばかった、押してください。命日しないけどさ、明日から本当悪いこと起きないといいね、こんないい日だからね、悪いことが起きませんように、いいことがありますように願っております、願っております、あります、ます。え待って、もうさっきもさ写真見ながらさ、やばいなって思ったんだけどさ、待ってモーラちゃんとツーショットあるのやばくない？ごめんね、ちょっとモーラちゃんとの話ばっかりしてるけど、ごめんね、もうなんかもう誰かにこの嬉しい気持ちを共感しないと本当にもうなんかもうやばいんですよ。そう、いいちゃん、明日会えたら知ってますか？あ、知ってますよ。そう、私は高根子さんの歌が好きで、そこから入ったのでラストアイドルさんをそんなに深くは知らないけど、まえちゃんとまらさんとももこさんとひめりちゃん、ひめりさんがね入ってたとかね、ちゃんとドキュメンタリーは見たから、そうだから、うん、やばいね、いろいろとね、いろいろとやばいね、マジで、とかマジ何、ね、こツーショットあるのやばくない？待って、普通に考えてツーショットあるのやばくない？え待って待って待って、ちょっと待って、ツーショットあるのやばくない？え、やばいわ、ごめんね、ちょっとほんとごめんね、マジでのろけばまくってるけどほんまにごめんね、今日はもうマジで、ちょっと待って、ほんとにやばいかも、やばいね、たっぷり聞きます、優しいね、もう一番死んだけど今まで、え、それはダメだよ、ほゆさんありがとう、ぎんにゅー、ちぎゃダメ、単独でね出たいです、絶対に叶えます、はい、
そうそう、やばくね、注射貴重やな、ほんまにね。マリケンガさんピカピカありがとう、ホイさんパチパチありがとう、またモナさんに会えるように頑張りたいと思います。アイドル嬉しいの分かりましたか。え、弓の国に行くの早いです。ね、おー最高ですよ。お寿司さん、ラブユー。配信終わってからニヤニヤしてきちゃう、もういいから。そうでしょ、ニヤニヤしてるよ。多分おまれちゃんの写真をずっと多分見てるので、もう多分結構キモいぐらいニヤニヤしてると、え、やばいやばいやばいとか言いながら多分やってます。多分今日私は YouTube でずっとおまれちゃんを見てオタ活してる気がします。結構やばいかも、ごめんね、キモい感じで。私申し訳ないです。うん、幸せ幸せ、いいちゃん幸せ幸せアピネスって感じ。熊本お疲れ、大丈夫ですよ。足は重いし、体的にはなんか疲労がすごいですけど、なんかもうおもれちゃんと喋ってるとか写真とかなんかそういうのを見たらなんかもうなんかどうでもよくなってる。はいはい、梅ちゃんさんありがとう、おにぎり。ワナさん配信ね、してね、ゆきちゃんがワナさんしてるってコメントして、あ、そうなの、それ見てくれてる可能性がすごいあるかもしれない。それもあって、それもあると思うかも。ありがとう、言ってくれてて嬉しい。言せて少しでもね言ってくれてるので、多分つながったなと思います。ありがとうございます、嬉しいね。ご無沙汰しますって、やっはーね。もう幸せ、マジで幸せすぎて、今日も可愛い、ありがとう、嬉しい。マジこの髪の毛いいね。ステージ外の時間何してた、探索してましたね。ケータリング行ったり、メイクしたり、ヘアアレンジしたりって感じですね。うん、喉が鳴りました。たんたたん、たんちたん、やばいね、ユーナも最高そうですね。じゃんじゃじゃんじゃ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 んじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん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 、嬉しい、嬉しすんぎでしょ、やばやばい。うん、待って、嬉しい、ちょっとめっちゃ嬉しすぎる。猫ハートありがとう、今日の写真めっちゃ可愛かった、ゴゴゴゴゴゴ、おもろ、ありがとう、ありがとう、小山さんお茶ありがとう、ニヤニヤ止まんないよ、可愛いね、可愛いね、そこにいる、いないから、小山さんありがとう、ジゴルさんありがとう、カモンと写真好きだけど、ほんま写真好き、うん、モナさんとかやっけ、ひーちゃんキレイキしてそう、どういうことどういうこと、小山さんありがとう、急にありがとう、嬉しすぎ、なんかやべきどり、でもまだ応募期間終わってないから、まだ
離婚する人はいるんじゃないですかね。最高ですね。ナオさん、ラブユー、ラブユー。早、お宅が現場に行った帰りだな。うん。ちょっとなんか幸せです。幸せです。マジで幸せです。絶対ライブ行きますって言ったら招待しますとか言ってくださって、ええみたいな。行きますって言ったら招待します。それをなんか3回ぐらいちょっと繰り返した記憶あります。みたいな。そう、やばいですよね。たくさんラビュー、ラビュー、ラビュー。桐石さん、こんばんは、こんばんは。僕はついてきたい。ついてこないで。嬉しい。この後で高知してリーチが怖い。ほんとねえ、リトで逆に写真とか撮れんかったんじゃん。いや、そうでもないと思う。全然そうでもない。全然普通にランが歩いてた子は普通に撮ってたし、全然大丈夫だった。そう、響きマイルですかね。ヤバすんぎですよ、マジで。結構いろいろヤバいですよねって話なんです。はい、結構いろいろやばいっすよね。本当ありがとうございます。皆さん、本当ありがとうございますって感じ。なんかさ、メイク薄くない？なんか薄いって感じの、自分だけ。そう、なんか薄いなーって感じの自分だけかな。この髪型かわいいよね。一緒にやってた、じゃあアイドルの衣装とかねー。嬉しい。アイドルだったのじゃないよ。今日はアイドルっぽく髪の毛をやってもらいましたから。そう、せっかくだからね。君の心が曇りなら雨ならば。メイクいい感じ。ほんとかわいい。ありがとう、森下。かま、嬉しすんぎたんだけど。あちゃさん、ラピュー、ラピュー、ラピュー、ラビュー。腰痛い、腰が痛い。え、待って、くしゃみしそう。ちょっと待って、くしゃみはやだ。くしゃみはやだ。同時間意外と早かった。同時間は早くないかな。でも帰りは早く感じた。いやー、ネイキンギャスかわいい。ありがとう、ありがとう。おりごと、おりごと、ありがとう、おりごと、ありがとう。こちら、アーメン。YouTube めっちゃ綺麗に映っていて驚いた。嘘、 YouTube 見ようじゃあ。うん、誰なんて言えないよ。あちゃさん、ありがとう。ラブレター、ありがとう、ありがとうね。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あちゃさん、ありがとう。はるさん、あちゃ、ありがとう、ありがとう。髪型の時は本当にイメージ変わるね。髪型するだけで全然違うよね。本当嬉しい、髪型できるの。嬉しすぎだった。待って、もうやば、もう萌ちゃんからさ、リップ着てることすらがやばいんだけど。普通に考えてさ、やばくない？やばくない？やばいくない？やばすぎない？普通に考えてやばすぎない？やばい感じだよね、マジで。なんか少しでもさ、存在をさ、知ってくれてる、知ってもらえたっていうのがさ、嬉しいよね。嬉しい、嬉しすんぎ。マジでこれガチ、これリアルガチで。じゃんじゃじゃん、じゃんじゃん、じゃんじゃん。ちゃんからリップまた待ってますね。ひーちゃんからリップ待ってます。だけどアリさん、お疲れ、ありがとう。お疲れ、ありがとうございます。ケマさん、鏡見て可愛かったです。綺麗だった、めっちゃ。本当に嬉しいことですね。さん、可愛すぎない？可愛いよね、本当に。大きくさん、ゲン、ありがとう。おにぎりでも誘いません、誘いません。ドキビックなもうビックでしょ。もうなさ、待って、くしゃみしそう。助けて、助けて、助けて。
くしゃみしそうだったけどギリ耐えました。翔太さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ひーちゃん TikTok にコメントしましょう。しませんしませんコメントしませんよ。そんなコメントしませんよ。私は静かに見てますから。結構静かにあのおたかつしてますよ。おばあちゃんおたかつしてますよ。静かに。くしゃみはしない。くしゃみはショールームでしたくないので、くしゃみは一回もしたことがないですね。じゃんちじゃんちじゃーん。くんさらビューラビューラビュー。やばいね。結構いろいろやばいな今日。なんかすごい今日夢のような夢の国でしたね。はい、夢の国だったなって思います。ウルトラセブンさんラビュー。ラブリーズ高野さんありがとう。もしかして同じ髪型に今日。え、どういうこと。同じ髪型。うん、同じ髪型どういうこと。じゃん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 。確かにちょっと思われちゃう。ちょっと似てるかも。髪型ちょっと似てるね。確かに。ひーちゃん英語か話せますか。話せないよ。うん、くしゃくしゃうまくいったのは自己採点。どういうこと。歌唱は自己採点。どういうこと。歌唱、え、歌唱力はまだ何もやってないよ。旅行しただけで1万円が8割ぐらい治ったから仕事来まして。あ、取得してきたんですか。大丈夫。1万円。これ羊だよ。これ羊の髪の毛だよ。モアさんも羊の髪の毛なの。じゃあお揃いってこと。やば、天才すぎない。じゃあ私幽体離脱うまくできました。あ、そういうこと。幽体離脱はちょっとどこ一部だけちょっと間違えたんですけど、でもまあでもなんかでもイヤモニがちょっと難しくて、多分なんかずれてるとこずれてる気がしてるんですよね。なんかぽくさんありがとう。ありがとう。レインボースターいっちゃんの歌好きだが歌詞力苦しい。本当頑張りますね。挑戦として頑張るので応援してね。のほちゃんじ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 ゃじゃじゃじゃん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 。頭の上から見下ろしていられる計画だって人は言うけれど、私は確かに経験してるし、小さい自分の目で見るとこういうことだってあるんだな。狭すぎた今までの知識。その髪型知らない。何分ぐらいかかりましたか。覚えてないです。全然わかんない。どのぐらいだろうね。メイクさんがしてくれたから。どうだろう。日本語教えてくれますか。してあなたに教えてください。日本語をちゃんと響き教えられないですけど。せなのね。そうなのね。ウォッチみたいな。デリデンテリ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 ヨーデ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 リヨー距離を走りながら歌う。大変そう。いやほんまにそれな。当ててくれるサクセスロード分かりました。直接話し聞かれたりやつとか話しに何に中です。この言ったりやつだったらデパリしません。そうおこがましいことしません。史上最長ラーメンだ。そうなの。いいの。じゃあ歩きたかった。もっと、でも楽しかったです。
とにかく今日はでもフーリーさんとも撮れたのよ。嬉しかった。タック見て帰ってきたらなんか踊ってた、あの子いっぱいで、なんなんだった、何何いやー嬉しすぎる。やばい、このリプを見てね、私はこのリプの文章をね、縮小をね、何回したと思います？あのこのさ、もしも携帯が壊れてしまった時にすごい病んじゃうから、私は明日あのももえちゃんとの写真とその縮小を撮った写真をなんだっけ、印刷しようかなって思ってるんです。やっぱやっぱね、一応そこまでしとかないと、もしも携帯が水没したとかなるとやっぱ画像がねやばくなるんで、お姉ちゃんに送っとこうかな、お姉ちゃんにも送っとこう。うん、友達がどんな子いっぱいでどうした、うーん、そうですね、不思議な感じでしたね。はい、そう、50枚超えて、そう50枚も500枚超えてない。でじゃあ忙しかったみたい、忙しくない、プリントアウトして壁に貼っておきましょう。いやほんまにそれな、そう、それやろうかなと思ってるんですよ。そう、髪の写真するの良いよね。ね、明日しに行きます、現像しに行きたいと思います明日。一応そこまでしないと不安なので。ちゃんちゃん、え、だから私そう、もうここで定時誌の話終わっちゃうんだけど、まだするかもしれないけど、あのアニメ、私アニメ好きじゃん、めっちゃ、あのマッシュルリンバンバンのやつのやつ、なんか前面白いのかなと思って、でもずっと見てなかったよね。でずっと見てなくて、え、もうえめっちゃ見たいと思って、めっちゃ見たいなーって思ってて、それででもなんかあんまり好きくなさそうだなと思ったんだよ自分。絵で好きになる人だから。でもなんかもうね、もう最高、もう最高です、あの最高です、結構あのマジ良かった、マジ良かった、あのマッシュル本当に面白い。そう、とにかく筋肉で解決するやつ、そう、もうなんかあ、こういう感じなんだみたいな、面白さありつつなんだと思って、めっちゃ面白くて、もう全部見終わっちゃいました今日の朝で。そう、今日の朝で全部見終わっちゃった、シーズン2まで終わっちゃった。だから今日からまたアニメ見るものがなくて、何を見ようって思ってるんですよ。アニメってさ、大抵さ、響きこれ面白くなさそうだなと思ったやつってなんか人気のやつとかさ、なんかでもなんかあんま面白くなさそうだなと思って見るのやめるんですよねいつも。でもなんか見るのがなくなってしまうと、マジでちょっとあの生きる希望をなくすと言いますか、なんかちょっとつまらんなと思っちゃうタイプなんで、アニメないと。そうだから、あのアニメは常に見ときたいんですね結構ね。そうだから、あのそれでマッシュル見ようと思ってみたら、もう本当に面白くて、次何見ようかな、フリーレンみたいなやつあるじゃん、あれなんかすごい人気だよね、あれ気になるけど見てないんです結局。やはやさんありがとう、だるまスパイハーニーみたいな感じですか、どういうこと、どういうこと、全然違う、あきちゃんマンさんラビュー。だから何のアニメ見ようかな次、迷うな。実力主義はねシーズン3は途中で見てないんだよね。そう、あと友崎くんも途中から見てないよね、見ないといけないんだけど途中から見てなくて、そうなんですよね。
鬼滅は見たよ全部。なんちゃら見せましょう。なんか面白そうだねあれね。どうしよう、迷いすぎって感じ。どうしようかな。天スラ、あ、天スラね、天スラはね1話見てやめたんだよね。天スラは1話見て、なんか1話でちょっと響には理解ができなくて、多分その後見続けたら多分面白いんだろうけど、一回見なくなっちゃうと見なくなるタイプなんよね。ジラクシー途中止まってる。あ、そうなの、私アニメしか見らんからな。タナさん素敵、ありがとう。素敵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 、うんうん、やばいね。強いけど道もで何やねん。みーちゃんの住所良かったね。あれもって彼方の好きだからひーちゃんの方、語ろうマジで。ゆるキャンはちょっと見てみたいんだけどさ、一回だけ見たこと、見た記憶ある。あー待って、コメントがなあのちょっと何個か消えたやつがあるわ。ごめん、今充電がなくなって何個か消えたやつがある。ワンピースは見ない。ワンピースは見てないね。ワンピースは見てない。トナさん、ありがとう。ありがとう、こちらね。最近ガールズバンドくらいがおすすめ。え、ガールズバンドくらい見たことあるかも。いや、違うか。ボチザロックか、それは。トナさん、ありがとう。あじちゃん、ありがとう。私気になってるアニメ何かな。何見ようかな、マジで。次、何のアニメ見たらいいんだ。ネットフリックスで調べよう。最近、ネットフリックス。見るやつ。このさ、なんとかの独り言、薬屋の独り言みたいなやつは気になるし、ループ7回も気になる。マッシュルはマジで面白かったです。これはマジで見るべきだと思いました。とりあえず絶対シーズン3あるよねって思って、どうしよっかな。アニメね、監督と AI 監督より AD 監督がよくない。でもさ、それだったらもう酒井さんでよくない。賞味でも絶対にプロがいい、プロ監督がいいです。ボチザロックみたいな。あ、そうなの。チーカフーボールペン発売されます、知ってますよ。地下情報はよく知ってる。一言面白い、ね、ちょっと見ようかな、マジマジどうしよう、迷う。結構見出すのにね時間かかる。あじちゃん、ありがとう。高木さん映画になりますよね。映画になります。高木さん、私アニメ見ないんですよね。昔のアニメ見ない。昔のアニメ見ますよ。私はスケット団が好きです。スケットダンスがめっちゃ好き。他にもたくさん好きなのはあるけど、あとオタクに声は難しいとか。あ、でもね、面白いアニメを見つけたんですよ一つ。ハノナイくん恋のなんとかなんとかっていうのも見つけたので、これを見たいんですけど。あとロマンティックキラーも面白いですね。組長世話係とかも面白い。キサカ人間も面白いし、優しい上司はと天然は面白い。オーラン高校ホストクラブとかも好きですね。お豆腐の花嫁は当たり前、できる
猫は今日もゆうと好き、銀玉も好き、ともちゃん、ともちゃん女の子も好きですね。プチドロックも見ました、氷族、ちょっと読み方忘れたけど、男子とクールな同僚自身みたいなやつもめっちゃ面白いです。好きな子がメガネ忘れたの、ちょっと途中までちゃんとは見てない記憶なんだよね。田中くんはいつもけだる系とかめっちゃおすすめですね。ちょっとこんなたくさん言っても分かんないよね。もうアニメはどんぐらい見てきたんだろうって思うぐらいを見てるので、今度見たことがあるアニメを全部集計してみようかな。そういうのしたくなる人なんだよね。初めましてがステージ良かったです。ありがとう、ありがとう、初めまして。稲荷中知ってます？稲荷中私じゃもう撮ってんね。もうね、面白いよね、マジで好き、何回も見ちゃう。あとクール男子みたいな、クールドジ男子っていうのも面白い。キミヤサラビュー、サモサカマサイキクソ見ましたよ。見てますよ、サイキクソ大好き。全く分からん、ほんま。もうアニメはマジもうね、やばい、もうアニメ大好きだから。小学校ぐらいからアニメ好きなんですよ。でもガチでアニメをめっちゃ見るようになったのは高中学生ぐらいかな、かな。やっぱ携帯を持ち出すと自分でこう見つけて見ることが多くなったりとか、あと高校生ぐらいからは課金をするようになったから、あのよく、はいはい、アニメよく見ますね。コナンの映画は映画館で見てる、どうだろう。でも小学校の時はコナンの映画はよく映画館で見に行ってました、友達と。でも今コナンの映画は、映画館よりは家で見ることが多いかな。私は怪盗キッドが出る映画が絶対見るんだけど、電車に乗ってるの？アニメの実写版は見ない。あんまり見たくない人間かも。やっぱアニメで先にやっちゃってると、ちょっとあんまり違うなって思うことが多いから、あんまり好きじゃないか。だからなんか、これなんで実写化すんの？とかあったりもするから。そうだから、でもでも実写化してあるところからアニメが出たら、まあ、それもそれでまだいい、なんか変な感じもするけど、でもそっちの方が、どっちかっていうとね、ちょっとどっちかっていうとアニメの方が好きですからね。ディズニーお疲れ様でした、ありがとう。あんまり見ないけど、あんまり見ないけど、乙女の花嫁かな。乙女の花嫁面白いね、面白い、好き好き。短期でアニメ好き、どうだろうから。でも響は誰よりもアニメを見てると思います。負けません、アニメに関しては。次元綺麗、そう、綺麗だし可愛いし最高、可愛くて面白くて最高ですね。もうさ、普通にさ、なんかアニメの中に入りたいもん。アニメと漫画の世界に入りたいなって思います。キャンアニメとドラマどっち面白かった？本当？ゆるキャンってドラマやってるの？アニメしか知らないかも。何転生見たことある？何それ？じゃ欲しいなって分かる。もみ毛がなる可能性もある。まあ確かにね、それならまあ主人公になりたいですね、アニメの世界に入るなら。アニメ世界はいいなって思います、かなり。アニメ世界入りたい、お腹空いた。見て、馬刺しのせんべいってもらいました。無色アニメ漫画もほとんど来なかった時点、今からだ、間に合うよ、マジ。みんな本当って、そういえばこれも持って帰ってきたんや。食べれるよね、これ。このこれなんか熊本民のおかずって書いて。
ちくわの中にポテサラを詰めて天ぷらにしましたとか言って、食べれるよねこれ、食べようかな。私のこの実写、わかんない、見ないとわかんない、見てみたい気持ちもありますけど、でも私アニメ好きだったのでどうだろう。食べれるよね、食べよう、食べてみますね皆さん。一旦 TGC 終わったのよ、私はちょっと今日と明日は、気にせず食べます。これはなんかあれらしいよ、ちくわサラダ有名らしい、有名ってか熊本の名物みたいな、いい感じらしいです。ちくわですね。ちくわの中にポテサラが入ってるんだけど、なんかちくわの、これは、うまっ。これさ、これ一口でいくのがおすすめ。え？おいしい。私ちくわって結構苦手な方なのね。魚のこれ練ってるやつってあんまり好きじゃなくて、いやちくわもあんまり好きな方ではないの。でもおいしい。これポテサラが入ってるんだけど、ポテサラの味も強いし、ちくわの味がね、味も両方ともなんかいい感じにこうやってんの、こうやってんの、こうやってこうわかる、交わってる、もう最高、なんかいい、程よい、うま、うま、確かにお酒のつまみ感すごいっすね。でも美味しいです。家で作れそう。めっちゃ美味しい。熊本にしか売ってないと思うけどね。そうちくわさ、でも磯辺揚げみたいなやつ好きだよ。ちくわ好きだけどね、ちくわは磯辺揚げとかなら好きなんですよ。でもそのガチのちくわだけ何も揚げてもないとかだとあんまり好きじゃないっていう。天ぷらの磯辺揚げとかは好きです。ヒビキチキッチン作れる、ワンチャン作れるかも。でもそこまで本物の味は作れないと思うけどね。でも美味しい、これめっちゃ美味しいです。リンゴはめっちゃ美味しかった。リンゴも美味しかったね。ウインナーも美味しかった、ラーメンも美味しかったし、これ丼食べれなかったな、丼食べたかったな。
でも本当にさ、ジェラート食べたかったんだよね。ジェラート食べたかった、焼きテニーヌも食べたかった。今思えば全然食べれてないんですけど、ショックかも。結構ないやつがあったりとか、もう一回行けばよかった。一時私明日何食べたい、もう決めてるんですよ、食べたいもの。でもね、一つにこうできなくて、でもとりあえず明日だけめっちゃ食べていい日にしようと思ってるので、迷う。てか今日さ、帰ってきてなぜか陽気食べたんですよね、ラーメン屋さん。なんか明日明後日食べて、そう、まあ明日明後日ならまあギリ、まあ明日明後日ぐらいだったらギリね、いいんですけど、まあ、とりあえず明日は食べます。私ベーコンポテトとパイ食べたんですよね。食べたい、ベーコンポテトタイムパイも食べたいし、チートデイですよ。そう、全部食べたかった。そう、陽気。あ、でも明日宅配が来るんだった。宅配をとりあえず受け取らないと。明日は銀幕ローラー。そう陽気食べた2回目でしたね。なんか急激に陽気に行って、私は一蘭食べたかったんですけど。餃子食べましょう。餃子は食べないですね、明日は。喉乾いた。でもジュースないよな。清島ラーメン屋だって言ったら、ナーミョンとユーナと行きました。なんかさ、イチゴとさ、ユイナともさ、途中まで行ってたのにさ、あの人たち帰りやがって勝手に。もう最近ね、もうね、本当に最低なの。もうイチゴとね、ユイナがね、あのね、行くって言い出したのに途中で帰ったりとかし始めるの。もうやっぱ帰るみたいな。は？もう響きが本当に怒ってます。そう、言い出しっぺなのに、もうその目の前、家、そのお店の目の前に来て、やっぱ帰るとか、やっぱ帰る、行かないとか言い出して、もう最近もうそれがずっと続いてるんですよ。もう本当にやめてって、本当やめてって言って、本当に今日マジで結構キレてました自分。ああいう気切れないタイプなんですけど、本当にもういいからそういうの。うどんの時も起きないし、そう、もう最近ね、ほんと、もう最近ね、ゆいなとね、いちごはね、ゆいなといちごでしかいないんですよ。そうなんです。日々たちのことはどうでもいいらしいです。そう、最低じゃない、普通に考えたら。もうありえない。くしゃ、怒ったら怖そう。もう怖くない、もうって。そう、かわいそうだよね、普通に。そうだよ、お店の前に、そうだよ、普通に、そうだよ。しかも普通にさ、普通に考えてさ、なんか途中でさ、別にそのまま家に帰ればいい話なのにさ、なんかここで降りようとか言って、これ降りようって言ったくせに、なんか自分たちが途中で行かなくなるとか、は？は？え？え？もう普通に、は？は？普通の人なら、え？ってなる。普通にえってなる。ないでしょ？もうずっとそれなんですよ。普通に考えて。もうどういうこと？みたいな。もう結構でも3期って気代わりする人多い気がする。やっぱ行かないとか。響き、やっぱ行かないってならない人間なんだよね。そう、あんまりやっぱ行かないとか、やっぱやめとこうかなとか
ならないタイプですよ。だからご飯食べに行く時とかってもうそれを食べるってなったらもう絶対食べたいタイプなの。でも結構その3期のメンバーで人によるけど、行くってなって行く途中でもやっぱやめとこうかなとか結構あるタイプで、もうだから響きはそういうタイプじゃないから、いや別にまあいいんですけどね。そう、いいんですけど、響き的に響きもやっぱ行かないって言われたら別に自分はそんなひどく行きたい行きたいとか言わないんで別に行かないんですけど、けど本当に食べたい時ってあるじゃん。本当に食べたい時とかさ、行くって言っとったじゃんとかあるじゃん。そういう時あるじゃん。そういうことがね結構多々あるんですね。本当多々あるんですよこれまで。そう大変ですよ本当本当に。大変大変って。人と約束した当日だるくなることあります？うん、私もあります。私結構大抵そういう人間です。でも絶対行く行けば楽しいもん。約束はちゃんと守りますよ大抵ね。大抵誰とご飯行くときが楽なの。楽とかないかも。でも楽なのは地元の友達とかが楽ですね。ご飯とかだと決まったところにちゃんと行くから、まあ、3期はねもう自由奔放なので。もうそう響き A 型だからね、なんかほんときっちりしたこ知ってるとこ本当にきっちりしてるんよマジで。本当にきっちりしてるとこ変なとこ本当にきっちりしてるから。そうなんです、意外とね。そう結構約束とか破られると本当に嫌なタイプなんで結構嫌ねんですよ。そうまあでもまあいいけどねってなるんですけど、結局はもういいやってなるタイプなんでいいんですけどね。そうじゃあそろそろ壇上読んでいきますね。じゃあいきます。では13位ゆゆゆうさん、12位りょうさん、11位ひろしさん、10位おぐりん、9位たっくん、8位ロイさん、7位ゆういちさん、6位ジゴロさん、5位 KHK さん、4位ロコポコさん、3位ホーユーさん、2位森ケギガさん、1位はデデン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 、ヘイ小山内さんです。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう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 。あずかなたカズミンの日話してきたなんでありがとうございました。皆さん見てくれて今日も本当に TGC 楽しかったです。本当に最高でした。シューシモーナさんとはいお会いできてよかったです。本当に嬉しい。皆さんまた明日会いましょうね。みんな本当ありがとう。 TGC を見てくれた方ありがとうございました。嬉しい、ありがとう。今日は素敵な貴重な経験をできて、浜田響はもうすっごく幸せな気持ちで過ごせそうです今日まあ今日終わりますけども、すでにねあと2分で、あと1分のところで、あと1分のところで充電が 10% になりました。ということで皆さんまた明日会いましょう。ありがとうございました。今日よかったね、ありがとう。次はランウェイを歩けるように頑張りたいと思います。では皆さんまたおやすみ、夢で会いましょう。おやすみなさい、シュキシュキバイバイ、シキミャンルル、おやすみなさい。あ、スクショしていいからね、羊ヘアを目を覚ましてください。